はい、今回は北海道のグリーンアスパラを使ったピクルスの作り方のご紹介です。ピクルスに使うガラス瓶はあらかじめ煮沸しておきましょう。ピクルス液の材料です。リンゴ酢 200ml、白ワイン 100ml、水 50ml、砂糖 25g、蜂蜜大さじ1、塩小さじ1を鍋に入れて火にかけます。ピクルス液は沸騰してから弱火で5分間煮ます。ピクルス液の香り付けです。ニンニク1片、ローリエ1枚、タイム少々、鷹の爪1本です。これを、ピクルス液を、火を止めたところへ入れます。これでピクルス液の完成です。消毒しておいた瓶にアスパラを入れます。先ほど作っておいた熱々のピクルス液を流し入れます。状態で一晩置けば完成です。お好みで3日間くらい置いても美味しいですよ。ピクルス液は食べた後何回か使えます。お好みの野菜、例えばきゅうり、人参、カブ、カリフラワーなどもつけてみてくださいね。